元 NEC の遠藤さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。はい、遠藤と申します。ちょっとこうぶっちゃけた話、年収の部分とかってどんな風にこう推移していったのかなと思うんですけど、はい、でそこでインターンシップで配属された場所から埋めていくっていう形になります。まず基本的にはですね、就活会議。皆さんこんにちは、就活会議の岡崎美久です。今回はですね、社会人 OB 訪問企画ということで、元 NEC の遠藤さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。はい、遠藤と申します。今営業職勤めてて、4年目になります。で主にお客様としてはですね、製造業のお客様を担当させていただいております。本日はよろしくお願いいたします。事前のちょっとね、お打ち合わせとかでこう法人営業などもねされてらっしゃったとのことなんですけど、具体的なこう業務内容ってどんな感じのことをされていらっしゃいましたか？もう自分自身で担当するお客様が決まっておりまして、そのお客様の課題に対してのソリューションの提案するっていう形で大まかな業務内容になっています。で3年半ほど新卒の時から含めて勤めてらっしゃって、1年目の時、2年目の時、また3年目の時で全然多分、ね、業務内容とかも変わってくると思うんですけど、こう朝起きてからこう出社するまでってどんな感じの過ごし方をされてらっしゃいましたか？1年目ですね、入社して間もないっていうところなので、研修がほとんどっていう形になってました。配属されるのが6月からだったんですけども、業務内容としましてはお客様の現状を知るっていうところがほとんどだったかなと思ってます。一人私に対して、メンターの方がついてくださってるので、その方と一緒についていて、お客様のお打ち合わせにちょっと出席させていただいたりとか、あとお客様がどういう課題を持ってらっしゃるのかっていうところをヒアリングする場だったりとか、お仕事になれるっていうところがほとんどだったかなと思ってます。じゃあもう完全にメンターの方と2人1組で動いていくみたいなイメージになってるんですけど、本当に手厚く指導をいただいたと思ってます。本当分からないことがあったらもうその場で聞けるし、最初新卒入ってみると聞きたいことを聞けないような雰囲気ってやっぱあると思ってるんですよね。その点、NEC のその最初の1年目の制度っていうところではかなり手厚く指導いただける形だったのかなと思っています。でも2年目はどんな形で？私1年目と2年目でちょっと直属の上司変わってます。なのでその前提の上でちょっとお話しさせていただきますと、2年目に関しては本当にメンターっていう立場の方、本当はですね1年目から3年目までがっつりつくんですけども、私の場合ですともう完璧にメンターはいなくなりました。すごい1年目でがっつりともついていただいた後は、もう完璧に一人で業務やらせていただくってことになりました、はい、なのでもちろんお客様の対応もそうだし、見積もりから提案書の作成するところから、お客様がどういうところに課題悩みを持っているのかっていうところのヒアリングの部分まで一気通貫で一人でやらせてもらってました。ただもちろん2年目っていうところではあるので、分からないとことか、進め方がちょっと不安があるっていうところに関しては上司にすぐに相談させてもらえるような環境ではあったので、ここはかなり1年目と2年目で大きく仕事内容が変わったかなと思ってます。そしてこう3年目になってくるとまたそこもガラッと変わって、私の場合なんですけども、2年目で関わり持たせてもらっているお客さんに関して、役職ですねに関しては、その現場レベルの方から、でも課長さんクラスのところが主に私が関わる領域レベルではあったんですけども、3年目からなるとやはりより大きな仕事、より大きな契約を求められるので、相手のいわゆる役員層クラスから部長さんまでレイヤーが上がったかなというイメージを持ってます。なのでより巻き込まなきゃいけない社内とか、お客さんの規模感がかなり変わったかなというのがあります。その人に沿った教育をしていただけたのかなと思ってます。ちょっとこうぶっちゃけた話、年収の部分とかってどんな風にこう推移していったのかなと思うんですけど1年目に関しては、基本給としては、430とか、400前半かなっていうイメージを、ちょっと私の記憶なんですけど持ってます。で残業に関しては私の上司の方針としては全くさせないっていう方針だったので、残業代つかないで基本給と賞与含めて430万ぐらいだったかなっていうのがまずあります。2年目になってからこの残業が解禁しまして、だいたいおおよそ20時間から30時間の残業がやってて、
て、で最終的な年収としては46070ぐらいになったかなと思ってます。で3年目になってからですね、まあ、その年収としても残業も少し、増えたっていうところではあるんですけども、もちろん基本給も増えてますので、3年目の年収が510万円って形で、まあ、緩やかに徐々にこう上がっていくような形だったかなと思います。1年目から、3年目までいろんな規定がもちろんあるんですけども、はいはい、基本的には家賃補助が4万円出ます。はい、なので、まあ、年換算すると48万円、うん、基本的なお給料に上乗せインクルードされるので、その点でもかなりいい会社なのかなと思ってます。やっぱりこう NEC って聞くとすごくこうホワイトなイメージがあって、はい、もう残業のこうイメージがあんまりこうないんですけど、ぶっちゃけ言える範囲でどうでした？残業に関しては私基本的には20時間から30時間のまずレンジが基本でしたと。もちろん、まあ、営業職ではあるので繁忙期になりますとそれが増えて40時間とかに行くかなぐらいのレベルではあります。なのでもちろん、まあ、ある程度残業時間が増えてくると、まあ、上司の方々もそれ見てるので、そこはちょっとコントロールはしていただけたかなっていうのが私の所感になります。今すぐ内定が欲しいそこのあなた、就活会議は内定者の ES 選考体験機が読み放題、その数なんと13万社以上、しかも選考状況がリアルタイムで見れちゃいます。詳しくは概要欄コメント欄からチェックしてね。でこう配属のところのお話ちょっとお伺いしていきたいんですけれども、選考するタイミングでもう職種で配属はこう希望で選考していくイメージになるんでしょうか？そうですね、まさにその通りで、私の場合は営業職だったので営業職で進みました。まあ、他は SE だったりとか、あとはコーポレート部門の方々で、それぞれ選考のルート決まってるので、うん、基本的にはもう採用された職種で入社が決まるというような形になってます。ちなみにそこから最初新卒の時は例えば営業をこう希望して入ったけれども、ちょっとコーポレートの方に行きたいなとか SE の方に行ってみたいなとかで、はい、入ってから変動2年目3年目とかで変わるとかって実際にあったりとかもするんですか？正直かなりあったかなと思ってます。私の周りでの話にはなるんですけども、 SE 職として入社したものの、実際その自分が思い描いていた業務内容と違うというところから営業職に移るっていうのもあります。社内公募っていう制度がありまして、それに基づいて動いてます。なのでもし入社してやりたいこととか自分の身につけたいスキル、この部署じゃ身につかないなっていうふうに思った人は、その社内公募の制度を使った上で移ることができるので、まあキャリア構築っていう観点ではすごく柔軟な形式を取ることができるのかなと思ってます。その職種以外の選択のところだとどういった形で？まずはインターンシップで採用があります。で、そこでインターンシップで配属された場所から埋めていくっていう形になります。まず基本的にはですね、はい、なので、インターンシップでまず採用された方々が、枠を抑えて、でその後に私みたいな、一般で採用された方々が希望を出します。第一志望で？そうですね、第一志望で行けたので、はい、そこはすごく良かったかなと思います。となると結構やっぱりもともと NEC に行きたいっていう志望度がもともと高い方とか、やっぱりインターンをもう重視してインターンのところから入っていくって方が選考的にはかなりスムーズにいくっていうイメージですかね。そうですね、本当におっしゃる通りで、本当に入りたい方はインターンシップを受けることを私はお勧めしたいなと思ってます。遠藤さん自身入社した後にいいギャップ悪いギャップありました？そこまでそこなかったらってところに関しては、NEC 本当に温厚な方が多いなと思ってます。ゴリゴリの営業職、そういう方々とかって本当に少数で、まあ、悩んだところとか本当不安なところもすごく丁寧に指導してくださったりとか、そういう体制整ってるので、まあ、人の良さ、その研修制度の充実さっていうところに関しては本当に恵まれてる会社だったかなと思ってます。ちょっとギャップがあったなっていうところに関しては、もともと想定していた業務内容と私の場合とは少し異なっていたかなというイメージがあります。本来私が思い描いてたものとしては、まあ、営業職として入社したら一人でも提案して一人で契約を取ってくるっていう風な典型的な営業のイメージを持ってたんですけども、実際入ってみると本当にいろんな関係者の方々が多かったので、そこでの社内の調整ごとですね、そこでかなりギャップがあったかなと思ってます。お客さんから例えば要件定義のフェーズでこういうことをしたいんだけどもって要望いただいたとしても、私一人
り営業だけでは完結できないので、それをエンジニアの方にちょっとご相談した上で提案していくっていうところで、そこはちょっとかなりギャップがあったところだなとは思ってます。ただやっぱりサイヤーの仕事ではあるので、一人一人の役割に応じてみんなでまとめてやるのが SIR の仕事かなと思ってるので、最終的には納得はしたかなというところではあります。例えばこの営業職で入った方とかですと、目指すキャリアとしてはどういったところが多くあったりするんでしょうか。営業職のキャリアで考えると、一つが営業職でずっと突き進めていくっていうキャリアがあると思ってます。 NEC の場合ですと、20代で営業の経験積んで、30代前半ぐらいからですね、主任っていう階級に上がって、その上になってくるとマネージャーっていう形になります。なのでその営業職のモデルとしてはマネージャーになることですね。2つ目に関しては、営業からコンサルの職種に移動するのも一つの、ルートかなとは思ってます。一連の営業としての流れ、仕事をすることで次のコンサルという形に移ると、お客さんとのコミュニケーションの部分はもちろんしっかりとその能力が身についてるはずなので、その次のキャリアとしては、コンサルも一つの案かなと思ってます。志望動機の部分であったりとか、選考対策のところをちょっとお伺いをさせていただければと思っております。グループディスカッションで OS も半分以上の方が間引かれるっていう形にはなるので、本当にノート数冊分書いたんで、それぐらいやり込んだなというのがあります。あなたにおすすめの動画と就活会議開発就活対策ツールはこちらから。明日以降の動画も見逃したくないという方はチャンネル登録もお忘れなく。今日も最後までご視聴ありがとうございました。